日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに。いやー、びっくりしたんだけど、やっぱ休むとなんか言葉がすごい出てくるなと思って。出てくる、うん、今日100回目撮ってて、はいはい、もうどん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 頭の中に言葉出てくるんだよ。ああそうですか、うん、でこのラジオさ、なんか俺、うん、いつも日曜日にね、うん、奥さんと洗車しに行くときに聞いてんだよ、うん、聞き直してるというか、まあ、でちょうど調布の方の、はいはい、洗車行くときに、ああ聞いて、うん、洗車して、うん、帰ってくるとちょうど俺のトークで終わりっていう、ちょうどいい時間が取れるんだよ。何がちょうどいいんだよなあ、若林家にとってね。いや若林家じゃないよ、うん、もうちょっと行ってくれよ、先までもうちょっと。子守歌になるみたいだけどね、娘にとってはね。どういうことですか。春日のトークまで行った時はちょっとうん、いや調布だからダメだね。もうちょっとさ、はいはいはい、うん、府中ぐらいまでさ、うんうん、もうちょっと遠めに、うん、行ってもらえれば、はいはい、だから、うん、巻き込むトークじゃないじゃん、パーソナリティ相手を。自分で一人で成り立ってたから俺もさ、なんか体もさ、うん、弱いんだから、うん、俺お前のトークゾーンだけ本当外にさせてくれ、これから。どういうことだよそれは。山田ボディ来てもらってさ、マッサージしてもらう時間にしたいの、その15分ぐらいだから一緒なんだもん。なんかそういう時ないとかさ、なんかそういう技術をさ、こう十何年経っても身につけないじゃん、はいはいはい、巻き込む技術をさお前みたいな話し方してるババアいるな、カフェとかで自分の話ばっか聞かす、時間をスポイルする友達を一人置いちゃってさ、俺はその友達の人にね、トイレ行った時に話しかけたいなって思う時ある。あなたスポイルされてますよって。何ですかって言われるよ、そんな急に話しかけたら。なんかこうやっぱそれがないからさ、うん、ラジオ聞いてるのと一緒なのよ、もう俺にとっては。ああ、こうリアルタイムというか、そう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 、うん、でこれ俺が正しいのかな、どう思うとかさ、うん、そういうのないからさ、うん、なんか2回聞いたらもうゲロ吐きそうなんだよね。そんなみたいそこまで言うことはないじゃない。で休んだら言葉がどんどん出てきて、びっくりした。100回目でなんか最近言葉出ねえなとか仕事の時思ってたけど、うん、僕は完全にこう、でもイーロン・マスクに怒られちゃうかもね、もうちょっと休みたいなって言ったら、もっと働けっつったら、うん、そうだね、うんうん、イーロン・マスクみたいな会社ですからね、うちのシャープはそこまでじゃないでしょ急にこのボタンクリックしようみたいなことは言ってこないでしょ、うんうん、そうだね長い休みがねえからな、直局な、うん、それもあるよな。まあまあ、なんかちょっとこのリフレッシュというか、うんうんうん、する方がいいんだね。いや俺はちょっとレギュラー13本はちょっときついね、うん、レギュラー13本全部見てねえやつが大丈夫そうな感じで言ってくるだろ全部見ろ13本お前ら、うん、分かると理由が、うんうん、大変だぞ頭回んなくなるぞ。いやまあまあそうなんだろうね。休みの日もぼーっとしちゃうのよ、出かけても家族で、うん、せっかく出かけてもなんか、なるほどなるほど、あ、頭休めたいところは、まあはいはいはい、家族のねあれがあるんだけどね、うんうんうん、でもこんな子供が生まれてから子供と何、まあ、3日か、火水木金、うん、4日かで、4日も一緒にいるの初めてだね。ああそうですか。でなんか関係者の方々、うん、レギュラー番組の方には非常に申し訳ないなと思うけど、うん、なんか別にリスナーにはそれ言葉にする必要ねえと思ってるよ俺どうせ春日が元気だっていいんだろお前ら。いや全員が全員そうじゃないだろうけどね。うん、それも分からんけど。お前らには本当に言うな、何一つ言うことはねえよ。ご心配かけて申し訳ないです。関係者には言うけど。それは実際に迷惑かけてまあまあまあね、うん。直接的なとこだからね、そこはね、うん。来なくたっていいと思うんですよ、今日だって。いやいや、それはさ、うん、回復したらそれは来てもらいたいよ。俺、たまにしか行かないようにしようかなと思ってんの、オドぜひ。いやいや、なんでオドぜひ。本当遠いなと思うの、年取ってきたら、なんか、最近、名古屋。うん、日帰り。何年日帰りさすんだよ。泊まらせろよ。往復で3時間かかるからね。うん、確かに。そうなんだよ。うん。
遠いなと思って。たまにしか、今週は来てくれたみたいな。いやいや、だからさ。俺はね、一本たけしさんじゃないんだからさ。昔の。うん。今日、オドぜひの若林さん来ません。理由はなんだ。お化けが出たって言ってますみたいな。そうね、新幹線で禁になったみたいな。乗れなかったの。駅まで行ったけど、東京駅まで行ったけど。そんなわけないだろう、ね、みたいなね。ご存知になってんですよ。はい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 。そうそうそう。それで、あれだよ、ずっと、こんな娘とずっと連続で何日もいたってないわ。旅行行った時はなんか、向こうの家族なりいるからさ。うん、ああ、そういうことか。もうだから何もしないで、家にみたいなね。はいはいはい、ずっと子供と遊んでるのはなかったな、こんなに。ああ、そう。あどう遊ぶというか。どうかなって思ってることがあってさ、なんかヨーロッパのさ、おしゃれおもちゃみたいなさ、くれるさ、なんだろう、芸能人いるじゃん。かぶれ芸能人。かぶれ芸能人は大体ヨーロッパのおもちゃくれるだろう。うん、まあまあそうなのかな。そう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 。それでも、おしゃれだね。上田さんとさ、やった番組がさ、どれだかっていう番組でさ、おもちゃ屋さん、町のおもちゃ屋さん行った時に、なんか、娘さんが生まれたみたいな話を、店長とね、そういう話になってね、なんか、ほんと100円とかの、なんか、プラスチックでできた鈴みたいのもらったのよ。ほう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 。そのヨーロッパのなんかおしゃれおもちゃみたいのをさ、娘がぶん投げてさ、一番下からさ、その鈴だけを取り出してさ、鈴鳴らしてんのよ。そうするとさ、でかしたって思っちゃうんだけどさ、でもさ、でかしたと思っていいのかなって。そのなんか、なんつうんだろうな、なんか、うちの親父がずっと俺が子供の時から冬にオープンカー乗るやつはバカだって言ってたのよ。で俺それ聞いてさ、育っちゃってるからさ、冬にオープンカー乗ってるやつはバカだとほぼ変わらないこと言ってるじゃん、ずっと。要約すると冬にオープンカー乗るやつはバカ。でこれがオープンカーってシートがあったかいっていうね、話があったりするじゃない。なんか半身浴みたいになるみたいな。それはそれでいいし、あと、まあ、なんか高いものには高いものなりの理由があるのもだんだん分かってきたけど、はいはい、なんかそういうなんか娘の目を見て褒めちゃったりしたらさ、そう逆にひねくれるよな。まあまあそうかもね。それも良くないなと思ってさ、いろいろ考えちゃうよね。まあでもそうだよね。子はうちもそうだもん、やっぱり、ね。自分が面白いものやるよね、やっぱりね。やっぱ派手なやつ、キャラクターとかのやつの方がやっぱ食いつくもんね。ちょっとおしゃれなさ、はい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 、薄い色のさ、積み木とかさ、やっぱあんまり食いつかないもんね。あ、そう考えて色あるかもな。シンプルな木のさ、なんか、おもちゃとかよりもさ、もうガチガチのさ、派手なさ、やつ。でもそれ見てるとさ、本当にやりたいことやってんのかなと思うよね。大人になればなるほど評判がいいとかさ、何でも手に取るものがさ、高価なものとかそういうものになってくるじゃない、世の中に。本当にやりたくてやってんのかなっていうこと多いよな。まあそうだね。とかね。好きでそれを身につけてんのかとかね。はいはいはい。好きでそれも本当のうまいと思って食ってるかとかね。うん、そうだよね。それはあるな。そうなんだよな。そういうのは、そうね。まあ、難しいの、教え方はな。ああ、一番うまいものとかね。まあ、そう、うまいと思って本当食ってんのかっていうのはあるよね。でも、なんか両方あるからむずいよな。高くて、美味しいとこと、高くてそうでもない。高くてそうでもないとか、本当ショック受けるよな。受ける。あるよな、たまに。あるあるあるね。これ値段伏せて並べたら、その安い方が全然うまいぞ、みたいなね。はいはいはい。こっちの A の方が。そういうこと、猫前例じゃないけどさ。はい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 。あるよね。もうまただから、安くて美味しいもんが作れるようになってきたりしてるよな。俺たちが子供の頃より、野菜とか。ああ、でもそうだろうね。果物とか。安くいもののレベルが上がってるよね。上がってるよね。そうだ、あんまりだから高いものとの差が昔よりは詰まってるかもしれないね。そうだよな。なんかそれちょっと思って。でもちょっとなんかパパとママが混ざってるんだよね、最近は。パが多かったんだけど、今まではパパパパパパパって言ってたんだけど。ああ、言ってたね。パパ、ママ。パパ、ママ、ママ、パパ、パパ、パとか言ってたり。ほう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 。で、ほんとにたまにパーマになるんですよ。パーマ。パーマ。
それと、まだまだ、え、違う、これあの地毛なのよ、うん、って言わなきゃいけないの毎回。いや、いけ、それ。やめてって言われてんだけど、奥さんに。そうだね。その混ぜる理由はそこじゃないじゃん。たまに聞かれるから、パーマって。違う、これ地毛なんですよって。それは、うん、そのだからスタッフさんとかは、うんうん、そうやって答えた方がいいけど、聞かれたら。うんうんうん、自分とこの子はさ、うんうん、そのパーマの理由がわかるわけじゃない、うんうん、パとマが混ざってんだなって。いや、でもそのなんか、うん、実際に発してる言葉より100とか200多く理解はしてるっていうから、うん、パーマぐらい分かってんだと思うんだよね。じゃあもうそれはもうパーマって、まずそのまま聞いてるってこと、ストレートに。年上に向かってさ、なんかやっぱ、うんうん、なんだろう、髪質で呼んじゃいけないなっていうのも。年上髪型で呼んじゃいけないなっていうのもあるっていうか、パーマ。パーマーって呼んでるようなもんだから、お七さんって、娘さんに言われたら、ちょっと良くないよっていうのと一緒だから。まあそうだね。それは確かに注意する、ね。でもそれは言えないから、うん、俺が、まあ、お地毛なんだけどね、とか言いながら、うん、対応してるっていう感じなのよ、ね。ああ、そうか。娘さんわかんない。あ、そっか。これ地毛なんだなって。そうそうそう。そうそう。教えてあげてるっていうことね。教えてあげてるっていうことだね。うんまあ、それならしょうがない、ね。そうなんだよね。結構、あとなんか、あの、携帯のコード、スマホの充電コードとか好きだね。うん、それなりに遊ぶってことですか？なんか、真壁みたいに首にかけてなんか歩いたりしてるよね。ジャラジャラさせて。ああ、そう、いろんなものにじゃあ興味が出てきたっていうことですよね。そうなんだよね。動くようになってきて。これでも本当、まあもう、あれだな、なんか、うんずっと、まあ、9000兆円でね。はいはい。寝てたのよ。うん。で、テレビ見れない。ずっと寝てるから。ああ、もう結構きついというか。うん、そうそうそう。うん、大変なんだ最初の方は。はいはいはい。で、スマホをずっと見てる。うん。と、あれだよな、なんかテレビが、なんか、なくても過ごせるっていう人の気持ちわかるよね、うん。テレビも見れちゃうから、TVerで。ああ、スマートフォンで、ね。テレビ家ない人多いとか言うじゃん。はいはいはい、若い人だからね。だから、うん、そんななんか、うん、本当テレビ出演本数ランキングなんて、あんなのなんか、うん、カルト教団のランクみたいなもんだからな。その内部だけで上位の人すごいみたいになってるけど、なんかあの、それは本当そうだからな、うん。目標達成回数みたいな。そうそうそう。いや、それとは違う。まあ、でもね、うん、確かにな、いろんな媒体があるからね。うん、今ね、うん、テレビにだけじゃないからな。昔とはちょっと違うかもね。そうかもしれないよね。だからなんか、思うよ。なんか、今言うことじゃないけど、うん、もういいんじゃないか、1位目指さなくても。いやいや、ちょっと待ってくれ。あと半月なんだよ。10日ちょっとよ。半月もないよ、もう。なんとかね。もう最後の最後まで。もうだからほんと生放送に出るしかないぐらい、もう。はいはいはい。こっからもあと10日ちょっと。すごい数になってたよ。なんか、数がのやつの、なんか、うん、春日で、オードリーで登録してんのか。ああ、その、録画録画に入るのかな。録画のなんか、ワード予約みたいなやつ。そう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 。すごい数になってた。ここへ来て。うん。あ、もう1位になるんじゃないか。いやー、でも先週の感じからね、中間発表じゃないけど。はいはいはい。いやー、なかなか厳しい戦い。うん。おまあ、どこまでね。はいはい、はい。いやいや、それももちろん諦めてないですけど。うん。ちょっと頑張れたら、ほんと生放送だよね。こっから先は。なんか、うん、あれだよ、本当に。なんか、うん、何かあげようか、1位になったら。ああ、まあ、なんかお祝いというか。お祝いみたいな。ああ、それをいただけるんだったらね、うん、ちょっとモチベーションにはなりますよ。なんか、うん、トロフィーって作れんだよね、確か。ああ、まあ作れるね、うん、そういうなんか会社というか、うん、発注かければ、うん。あ、トロフィーいいじゃん、トロフィー作ってもらいたい。なんかあった方がいいよな。そうだね。うん。うん、なんか長めの、まあいくらすんのかわかんないけど。トロフィーの一番上のはさ、ゴルフのスイングしてる人のやつでさ、うん、パネルのとこだけさ、2022テレビ出演本数。いや、ごちゃごちゃするんだよ、それ。で、なんか、タイプで売ってると思うんだよ、多分、そういう。まあまあ、そうだろうね。コンペとかの時に。ゴルフだったり、野球だったり、多分、上んとこのエンブレムみたいなやつでしょ、うん、そうそう。うん。
それだってパッと見だけだとそのコンペで優勝したみたいになるじゃん。ゴルフだと。まあ、でもテレビ本数テレビのなんかそのないだろうけどね。はいはいはい、エンブレムみたいなやつは。いやまあ本当そうだよな。もうトロフィーとかあった方がね、1位かはメダルでもいいし。はいはいはい、はい。あの優勝カップでもいいしさ。あれ優勝カップって優勝カップがいいな。何かから始まったんだろうな。あれ何の文化なんだろう。優勝カップって減ったな。減ったね。優勝カップトロフィーだよな。トロフィーそうだね。優勝カップって何なんだろうね。うん、ワールドカップは違うもんね。ワールドカップは優勝カップじゃないもんね。あれなんかね、グニってなんかこうねじれたなんか。でもなん W でハイって書くじゃん。やっぱだからハイのなんかあんのかな。うん、ああ。カップでしょあれ多分。カップだね、うん。ワールドカップもだからそうなんじゃない。カップのカップか。うん。あ、この間だってあれでも言ってたもん。有吉さんの番組のペナントレースってあれペナントかけて戦うからなんだってね。へー。それが。あの野球のさ、ペナントレースって言うじゃん、レギュラーシーズンっていうのが。そしたら、確かにさ、優勝したらあのペナント旗みたいなさ、うん、ある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 。みんなででっかいやつ持つじゃん。だから、ペナントレースなんだ。ペナントをかけて、戦うから、それテレビ見さ、あ、なる、知らなかったわ、と思って。はいはいはい、はい。だいう、うん。うん。ワールドカップもやっぱ、あれはカップ扱いなんじゃない、はいはいはい、なるほど、なるほど。いいよな、カップとか。タトルや、盾とかね、あとね。優勝の。ああ、盾ね。盾。ああ。盾。盾も見ないよな。なんか、この間久しぶりに事務所行ったら、うん、春日のあの、滑らない話の MVS のトロフィーとさ、うんうんうん、俺の一本グランプリのさ、なんか、トロフィーをさ、はいはい、並べてさ、うん、事務所の入り口に置いてあんねん。うん、はいはいはい。それでさ、なんかさ、うん、俺はさ、なんか昔からそれ納得いかなくて、うん、なんかお前らが取ったもんじゃねえかなと思って、で、なんか持ってきてって言ったの。したら持ってこねえんだよ。かたくなに。あれはもう事務所の方で、みたいな。そう。で、なんかこう、来客にさ。いや、でもそういうことだよね。でも恥ずかしくない？恥ずかしいよね。恥ずかしいよ。うん。うん。そうだよね。うん。でも絶対目に入るところに置いてあるからね。そうそうそう。入り口入ってるの。そうそうそう。あそこドンって置いてあるんだよ。事務所の、だから成果みたいなさ。俺今度、盗んでん、こう。まあでも自分のだからね。自分のものだから。確かに確かに。別にね。で、罪にはな、一本グランプリのあれ家に置かしてよって言ったら、うんうんうん、ドリームマッチの優勝の持ってきたの、石田くんと組んだ時の。なんでこっちで、その長年保管してたこともなんか謎だし。渡さねえの謎だし。トロフィーが事務所でみたいな。なんかまああるんだろうね。あるんだろうね。でなんか癖も、今回、うんうん、春日が1位取ったら、うん、トロフィーを作ろうよとね。ああ、そうだね。特別発注したら高いけど、うん、それでも、うん、テレビの形してるやつの方がいいよな。やっぱ、薄型テレビの。そうだ、できるんだってね。薄型でいいね、ブランカじゃなくてね。あ、そう、それが分かりやすいよね。ああ、いいじゃないですか。やっぱトロフィーがいいか。トロフィーがいいな。トロフィー盾とかあるけどな。盾カップ。うん、そうペナント。あ、でも、そうか、トロフィーというか、うん、なんかそういうのが、なんか、テレビ型になってるやつの、やつとかね、うん。そうね、ベルト。盾、うん。うん。ベルトはちょっと違うか、チャンピオンベルトは。あベルトもないもん、なんでだろうな。いや、そうだよ、で、ベルトとなると来年の人に渡さなきゃいけない。渡しに行けば、で、チャンピオンベルトって高いと思う、作ると。そうだね。あれは高そうだね。勝手に作って、もしことしてるなら勝手に作って、来年の人に渡しに行くと面白いね。そうだね。勝手にやってるって。いやあ、でもなんかしらね、ちょっといただきたいですよね。証をね、もし取れたらね、1位を。なんか、全然、うん、もうずっとネット見てたんだけど、うん、なんか、あれだな、なんか、やっぱり、なんか、心温まる、うんうん、なんか、動画ばっか見ちゃったな。なんか困ってる人助けたりするような動画あんじゃん。じゃあさ、アメリカなのかなあれ、うんうん。これさ、どこの国のドッキリかわかんないけどさ、うん、なんかさ、レストランでさ、うん、めちゃめちゃウェイターがさ、店長にめちゃめちゃ怒られててさ、うん、一般のお客さんがさ、なんか、あんな言い方するやつの言うこと聞くなとか、うん、でそれ店長になんか今なんか言い方許せないみたいな言って、うん、リポーターが入ってきて、
あなたはなんかどういう気持ちで行ったんですかみたいなさ、あれはどうなのかな。あ、そういうドッキリ、ドッキリとしてやってるっていうこと。幸せドッキリ。はい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 、幸せじゃないな、なんて言うんだろう、うん、人間性というか、そう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 、はい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 、あれって引っかかった人、怒る人いないのかな。で、昔の日本でさ、一般人にはやってたよね、うん、一般人にも、うん、あの踏切で、うん、待ってる一般人で、向こうの踏切に100人ぐらいいて、うん、電車が通り過ぎた瞬間にゼロになってるとか。ああ、とかね。ああ。うん。やってたよね。やってた。それこそこ、それもなんかこの間やってたの見たな。うん。ドッキリの始まりというか、はいはいはい、昔の番組で、はいはい、こんなことドッキリなんちゃらみたいな。本当その時は、芸能人じゃなくて一般人にかけるのが、うん、当たり前というか、うんうんうん、そこからスタートして結構ひどいことやってたよ。あ、一般の人なんか やってたの思う思う、うん。うん。その映像でなんか、うん、ベンチに座ろうとしたらさ、うん、それがなんかこのハリボテみたいなベンチで、うん、そのままバリバリってなって後ろの池に落ちるとか。ああ、一般の人が。一般の人、一般の人。すごいことかけてるなって。そんだけテレビに出れたらってぐらいのことだったのかな。うん、それでもめっちゃ怒った人いるのかな。いや、いるんじゃない。それいるでしょ。いるか、何してんだよって。それは一般の方だもん。そうだよな、うん、でもまあ放送せずにやってた、うん、いやそうなんじゃない、放送できるやつだけ、はい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 、はい、うん、あして、でも分かんない、どうなの、うん、これさ、でもさ、すごい思うんだけどさ、うん、本当にこうテレビ局の制作費が、うん、俺たちがテレビ出たっての時よりないんだろうなって思うこと増えたじゃん。はい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 。ああ。増えた。で、なんか、うん、あの、ネットフリックスがアマプラとかのさ、うんうん、あの、番組のお金のかかり方だよね、うん。すごい、これすごいなと思うじゃん。思う。見てて。うん。あんなのどうなっていくのかな。わ、どう、いや、まあね。だって、うんうん、今10代の、うん、男の子とか女の子が芸人になりたいと思った時に、うんうん、そっち見て、ネットフリックスとかアマプラとかのやつとか、うんうん、こういうのに出たいって思って目指したら、はいはい、なんつうんだろう、こうメジャー行くのの前に日本のプロ野球があるみたいな感じになっちゃわないのかな。はいはい、まあスケールというかね。うん。で、それで、うんうん、いよいよ真剣にそれが始まりつつあるじゃん。なんかその、地上波で人気の人たちが、冠的なのを、その、アマプラとかネットフリックスでやったりしてんじゃん。とかさ、思わない？いやいや、そう、自分が中学生だってどう思うんだろうって思って。いや、そうだね。YouTube とかじゃなくてさ、そっちに出たい、そっちを目指したくなる、だろうね。ね。お金かかっててさ、うん。だってもうすごいもん。すごいもんな、あれ。いや、すごいよ。全然違うよ。一回に、一回で終わるような仕掛けが、とんでもないがかかってたりするから、ね。いや、これもうテレビを本当応援しなきゃいけないターンに入ってますからね、これね。うん。いやいや、そうよ。本当に。うん。パネル、ね、ちょっと真剣な話になるけど、本当、うん、パネル作れないとかね。聞くもんね。パネルって結構あの、やっぱ、一回こっきりで、そうか。オリジナルのものだから作るの意外と、あれ大変なんだよね。あの、第6位パーンって叩いてくるんって回るやつとか、あの、絵描く人、なるほど。プリントアウト、そのためだけの板に貼るっていう人の美術さん、で、その全体のデザインってなると。なるへそ。いや、そうよ。はあ、何回かこう使うもんだったらまあまだあれだけど、はいはいはい、言っても一回ごけんも使い捨てみたいなものだもんね。そう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 。はあ、大変だな。いや、だからこれは、だからできないだろうなとか思いながら企画の話とかするときもあるもんね。ああ、まあまあそうだ、ね。で、体張りますってなって、うんうん、やることってベタなやつだとこのぐらいあるよねってなってきたときに、これってすごいお金かかるって聞いたことあんなって、あの、粉まみれになるやつとか。あれめっちゃお金かかんだってね。粉引くのって。あ、そう。うん。ええー。そう、あの棒で叩き合って落とすやつ。はい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 。粉ってお金、だから、日向坂の時に、俺すごいもうこれお金あるんだなって。
すごいな、あの、電気の流すやつのコードレスのやつとか、あれ結構高いらしいよ。ボタンで、こっちに操作ボタン持っててみたいな。そうそうそう。あ、そう。そう。へぇ。あと、トータライザー。え？お客さんに、もう今コロナであんまないけど、100人に配ってボタン全員に押してもらって、バーンって数字が出るやつ。あれ高いんだって。え、あれ高いの？あれ高いらしいよ、俺聞いたら。だってあれなんか、コンセントつなげて、あの数字のやつをドンと置いてとかじゃないんだね。あらら、結構するらしいよ。だから。それでさ、なんか、その、あの、生クリームがバーンとか出てくるやつが一発いくらとか聞いちゃうとさ、なんか、プレッシャーになるよな。いや、そうだね。うん。下手こけないっていう、ね。あれ高いんすよ、とか。言われたりするから、打ち合わせ中に。うん、あれ高いですね。あ、じゃあできないですね。みたいな。ああ、なるべくやられる側としたらあんま聞きたくないかもな。やっぱり洗濯バサミで引っ張るとか、カラーバットでケツ叩かれるは結構大丈夫、うん、それはまあ、わかるじゃん、自分たち。カラーバット一本いくらっていうのは。まあそうだね。そうやってのそのノープレッシャーでね。で今、物の、あの、ペットボトルのさ、うん、値段上がったりしたじゃん。はい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 。さ、カラーバットっていくらになってんだろうね、今。カラーバットで物価が分かるんじゃないか。350円じゃなかった小学生の時。ああ、でもそれぐらいか。それぐらいかもね。500円しなかったぐらいだね。だよね。今でもどうなんだろう。今カラーバットっていくらぐらい ?100 円ショップには売ってないか。100円ショップ。あ、100円ショップで売ってるのか。意外に100円ショップができたから、あ、我々がちびっこの頃よりも安く買えるものもあるんだよね。確かに、うん、でもカラーバットってないよ、うん、見たことないような気がすんな。あ、そう。100円であったとしてもなんか細いとか短いとかさ、あ、いわゆるなんかあの標準なさ、あ、はいはいはい、ザカラーね、うん、ちょっとこのだから生地というかあの素材も薄いとかさ、うん、じゃなくてしっかりしたカラーバットは、うん、結構700、800円ぐらいすんじゃないかな。400円。アマゾンで400円。あ、400円だ。いいね。700円しない。700円しない。そこまでしないんだね。そんなに物価上がってない。上がってないわ。うん。オードリーの物価指数はカラーバットだ。カラーバットだ。うん。カラーバットが700、800円になっちゃったらもうおしまいだな。そう。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だね。そうか。で、この番組でもよく言ってて、うん、この間あの、バックトゥーザフューチャーのさ、うん、あの、一番面白いって映画の回でさ、アリコンさんとさ、うん、ジャガモトのさ、うん、に来てもらってやったり。いや、盛り上がりましたよ。でさ、うん、激レアさんにさ、うん、デロリアンを作った人っていうのが来てさ、うん、でヒヤヒヤしながらさ、俺毎回言ってんのよ。うん、何ですか、バックトゥーザフューチャーより面白い映画がないって。うん、なんか怖いから、その時だけあの、うん、ツイッター見んの。めちゃめちゃ叩かれてんじゃないかなと思って。うん、面白い映画がいっぱいあるから。はいはいはい、うん、意外と、まあ確かにっていうのが多いの。今回も恐る恐る調べてみたら怖いなと思いながら。うん、だから、あの、まあ、確かにそうなんだよなって人多くそうなんだな。だからね、うん、日テレのね、山崎アナって男の子のアナウンサーがいて、はいはいはい、まあすごいなんか清潔感のある、うん、まあ、シュッとした子なのよ、うん、で真面目なの、うん、なんかこうパリピじゃない、なんかすごく真面目な、うん、なんか好青年、好青年なの、うんうん、だからさ、なんかブルーレイのさ、うん、かあのなんだろう、なんかもうたすごい束になったものをさ、うんうんうん、NFL クラブの収録が終わった後さ、持って立ってんだよ、うん。でさ、なんかこうアイドルとかなら、うん、何か出したから、はいはい、ちょっと演者にね、見てくださいって配るの分かんないけど、うん、アナウンサーがなんか、すごい、ブルーレイのあの青いのが見えんのよ。それをな10枚ぐらい束にして立ってるから、なんだろうな、なんか出したのかな、みたいな、風になんか思ってたら、うん、なんか、うん、レディープレイヤー1っていう、うん、あの映画を、なんか、うん、あの自分で、その、うん、バックトゥザフューチャーに唯一勝てる映画だと思ってて、うん、でそれをなんか見てほしくて、うん、あの、俺、オードリー、女子アナウンサー、スタッフ含め、十何枚買ってきた、持ってきたのよ。
でさ、そんなにやんの。でさ、それさ、で、そしたらさ、なんか、アマプラかネットフリックスかで見れるらしいんだよね。なるへそ。それをわざわざ10枚ぐらい買ってきて、うん、配ってんの、スタッフとか俺らに。うん、で、山崎頭おかしいなと思って、俺も普通、なんか、堅実なね、やつかなと思ったら、うん、これ本当にちょっと見てほしくて、これやったばくすぎる。もらった。そんな17枚、我々だけじゃなかったんだ。我々だけにくれたのかと思ったら、うん、あ、そう。そうそうそう。はあ、いただいたいただいた。いただいた。新品のね、そうそうそう、フィルムがついたやついただいて、うん、ありがとうね、なんて私もらったけど、なんか、うん、まだ怖くて見れてなくてテーブル上に置きっぱなしだな。フィルムついたわ。なんか見てそうでもなかったらなんか悪いなと思ってさ。それでさ、なんかフリー街がさ、うん、またそのオンラインゲームの世界の話でさ、あんまり好みじゃなかったから、うん、ちょっと裏のパッケージのさ、説明文だけ読んだらさ、うん、なんかメタバースの世界の話なのよ。で、うん、うわ、マジかと思って、うん、フリー街があんまりだっただけになと思って、でもこの間も倒れてたからさ、うん、なんかその見てたら見た、うん、めちゃくちゃ面白かったよ。おいいね。うん、ただなんかちょっとななんか、うん、俺と春日のあのぐらいの年の人にはちょっとずるい演出もあんだよ、うん、はいはいはい、はい、そうそうそう、それはまあなんかちょっと郷愁、うん、に浸っちゃうわっていうのがあるんだけど、なるほど、まあまあでもさすがにバックトゥーザフューチャーには勝ってないやっぱり、うん、まあまあしょうがない、そうだよね、うんうーん、やっぱな、そうだよな。でもまだ今のところあれだな、アバウトタイムが一番だな。あ、そう、バックトゥ、でもバックトゥザフューチャーでしょ、うん、そう、チャンピオンが、うん、もう殿堂入りぐらいでもうにしといた方がいいかもね。もうもう無理か、でも無理じゃないか、お前の面白さで。うん、でもいや、でもなんかそのやっぱちょっとわかんないよね。映画っていうものができて、うん、バックトゥーザフューチャーっていうのが、なんつうんだろう、俺たちは子供の時に、うん、映画でこんな面白いものがあるのっていうのに触れるのがそれが初めてだったから、うん。いや、そうそうなの。フリー街とかも、なんか人生の一本にしてるみたいな人もいるぐらい人気なのよ、ネットで評判してみたら。ああ、だからそれはやっぱりその、幼い頃に見たとか、思春期に見たとか、とかなんじゃないの？でかいな。大人になってから、うん、そのね、うん、今までの映画を超える、更新されるようなこともないんじゃない？どうなんだろう？あんのかな？確かにな。やっぱり刺さっちゃってるから、バックトゥーザフューチャー、やっぱね、うん、ちびっこの頃に。はいはい。どんだけバックトゥーザフューチャーなんすんだよ、この番組。で、この流れで、斎藤とアリコンさん呼んだ。ね、呼んでんだからさ。毎週話してるよ。なかったことになっちゃうから、あの回が。これがもうタイムリープしてるみたいな話だ。それこそね。やっぱそうなんだよな。火ついてんじゃないの、日本、どっかに。この、うん、チェアのタイヤの跡がついてんじゃないか。タイヤ痕があるかな。それかタイヤが横になって宙に浮いてる。ちょっと進化したね、デロリアン。いや、ほんとだよね。そうなんだ。ちょっとだから殿堂入りぐらいにした方がいいんだよ。いいね。うん。うん、これでまた日向坂のキャプテンにさ、うん、あの、スターウォーズ本当に、あの、超えるかもしれないんで見てくださいって言われたけど、うん、ちょっとまあ大丈夫だわって。スターウォーズの何番って言ってるの？何番だか全部。なんか、え、でも世代じゃないでしょって聞いたら、なんか親父さんが好きで、見てて、ぐらいな、ね、うん。あれは本当に、いや、でもまあまあね、あれだけの大、もう、メジャー作品で、もちろんなんかすごいのはわかるけど。スターウォーズ見てないんだっけ？見てないの。俺も見てないんだよね。そうね、言ってたよね。スターウォーズもすごいよな、T シャツとか、うん。いやいや、着てる人な。っていうか、なんだったらバックトゥーザフューチャーよりも。よりもだよな。熱狂的なね。え、じゃあ、スターウォーズなんじゃないの？世の中的に。俺、そんなに叩かれてなかったぞ。いやー、だから、まあ、派閥が違う。スターウォーズとバックトゥーザフューチャーで、うん、あの、こう、うん、投票したらどっち勝つのかな。ああ、どうなんだろうね。スターウォーズなのかな。
スター・ウォーズなのか。まあまあ、シリーズ的には全然向こうのが出てるしね。ああ。いや、その、興行収入みたいなやつも多分上なんだろうね。データじゃ、だったら、すべての上で上なんじゃないですか。ああ、そうかそうか。だけど私は、あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーに投票しちゃうね。そういう、その投票があったら。ああ、なるほど。うん。だって何せ見てないからね。え、うん、あれは見てんの、うん、ゴジラ。ゴジラ、でもそんな見てないですよ。シリーズ。新ゴジラとか見たけど。はいはいはい、はい。うん、それももちろん面白いけど。うん。漫画だったら何が一番の、うん、迷うでしょ。漫画だったら。すごい迷うでしょ。ああ、迷うね。でもやっぱり、筋肉マンか北斗の拳かドラゴンボールとかじゃないかな。三つ言ってんじゃん。迷うけど。で、三つの中で一個にするとき。くぅー。だから、うん、そう考えると、ハンターハンターの世代もあるし。いやいや、そうそうじゃね。ってことになってくるでしょ、うん、あの、ワンピースの世代もあるし。はいはいはい、はい。うん。うん。うん。だから超える、だからもうやっぱ殿堂入りにしとかないと、そこはね。ちびっこの頃触れた漫画は。確かにな、うん。うん。だって、そのね、うん、翌週が気になって眠れないみたいなこともないじゃない。あ、ドラゴンボールの、ちょうだから、あの、ベジータがやってくるあたりはもう、あ、翌週がさ、いつ蛇の道からドラ、いや、俺は、もうラディッツがやってくる頃の怖かったよ。あれも衝撃だったよな、天界一武道会終わった後ね。なんだよ、つって。お前、ラディッツの話すんなよ。マジュニアが子供扱いかよっていうね。2022年の深夜ラジオでラディッツの話するならもう昼行けよ。いやいや、あの、そこまで、こうね、次の人が楽しむのは。でも俺、山崎やばいと思うわ、俺、レディープレイヤー1、自分が制作総指揮でもないんだよ、山崎なんて。関係ないからね。男性アナウンサーだよ、日テレの。うん、が配ってたからね、買って自分で。あれ、ちょっと。自分で買って配るのすごいよな、何枚も。これ、本当に、つって。なんかそのぐらいの熱意は嬉しいよね。そうね。うん。うん。ちょっとこうね、レディープレイヤーは、うん、見てもらっていいですか、で、うん、済むわけじゃない。はいはい、はい。だけど、これを、つってさ、わざわざ買ってさ、自腹で。俺もこれで、それでずっと寝てたけどさ、松本さんと新助さんって番組やってたじゃん。うん。あの映像をさ、見てたのよ。うん、おぉ。したらさ、新助さんが45でさ、松本さんが37歳ぐらいかな。なんかオープニングからさ、いきなりさ、二、うん、人でずっとさ、うん、おもんないわーってずーっと言ってんの。さ、俺さ、それさ、すごいさ、なんか、うんうん、あの時の新助さんって俺の一個上なんだって思って、もうなんか、打ちひしがれたし、うん、もちろん、もう散々わかってるよ、自分が小粒だってことは。だけど、うんうん、なんだろう。それもまあ二人がさ、おもんないっすねー。おもんないなー。言ってても。うん、ずーっと喋ってんの。で、幸せかって言われたら、幸せなんすよね。つって。おもんないわー。で、俺この間つって新助さんがゴルフやりながら、うん、なんかおもろいことないかなーって言うてもうたもん。つって。したらなんか今面白いことやってるんじゃないですかって言われたわ。つってね、松本さんがまだ独身で、その頃松本さんが、俺この間コンパで女の子のいるのに目の前で、おもんないわってなんか言うてもうたんですよ。はいはいはい、でも今田さんが、いや面白いじゃないですかって、いいやんつって言われるけど、わかんないんでしょうねみたいな話してたのよ。はあ、その年でね。でさ、結構だからこのさ、ラジオもさ、なんか、会う人とかさ、そのなんか、毎日が、なんだろう、ファーストタッチみたいな時あったんだろうな。いや俺面白くないもん、今。おもんないわね。で、それ、もちろん、二人の才能とか、ね、はいはい、もう、そこと並ぶって意味じゃなくてよ。うん、俺、もう面白くないもん。まあまあまあ、そうだね。確かに。なんかが、春日となんか誰かが挑戦してんの、なんか突っ込みどころ見つけて、突っ込んで見やすくしてさ。ねえ、なんか、プロレスというか、まあ対決的に、負けた方のコメント入るように持ってってさ、帰ってきてさ、もう全然面白くないわ。全然面白くないわ。
まあまあ、途中経過発表してさ、うん、負けてる方に聞いてさ、なんかもう負けますねっつって言ってみたり、うんうん、巻き返してくださいって言ってみたり、全然面白くないわ、うん、本当に。まあまあまあね。いや、うんうんじゃないの、いずこ。これ俺の実感なんだから。そうね。そんなはずないじゃないんだよね。うん、そんなはずないじゃない。面白くないんだから。うん。個人の感想だから。うん。早くネタライブの日来ながら。全然面白くないわ、ポイントの途中経過。まあ、そうだね。そうそうそう。刺激の種類としたらね。うん。うん。ちょっと弱いかもわからんよな。そうでしょ？うん。でも、そうだ、でも。森脇さんがさ、来てくれて一緒にさ、お話ししたじゃないですか。あの後、次の日かなんかにさ、その、なすなかにしと森脇さん来てくれたでしょ、うん、で、なすなかにしとまた仕事一緒だったじゃない、うん、で、なかにしくんか、うん、うん、昨日ありがとうね、なんて言ったら、うん、森脇さんが、あの後この、メールか電話かなんか、うん、なかにしくんにね、うん、して、めちゃめちゃもろかったな、つって、うん、うん、オードリーはすごいわ、つって、ベタもべしてたと。本当っすか？だって私言ってた。いや、面白かったの森脇さんだから、ね。森脇さん面白そう言ったよ。いやー、でも森脇さん、べた褒めしてたで、みたいな。その、春日くんと若林くんは、あれもパペポや、つって。いやいや、うん、ほとんど喋ってたの森脇さんだから。そう。もうほんと鶴瓶さんと上岡龍太郎さんやわ。いや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 。いや9割森脇さん喋って、笑い取ってたから。うん、我々パペポって言われてたよ。そんな長く喋らせてくれなかったじゃん、森脇さんが。それはちょっともう、うん、おかしくなってんじゃないですかっつって言って森脇さん。テンション上がりすぎて。森脇さん、あっちこっちオードリーは楽しいのよ。いや、まあそうだね。うんうんうん。それがまた違ってくるから、ね。だいぶ褒めてくれてたらしいよ。とはいえ、森脇さんはね。ネタライブのメンバー発表しときます。へいへい。一部と二部で一組だけ違うんですけど、一部がヤーレンズで二部がウエストランドになるんですよ。うん、で、ゾフィー、うん、ルシファー吉岡、出た、カモメンタル、うん、ギース、おーで、オードリーです、うんうんうん。はい。よろしくお願いします。いや、豪華です。皆さん忙しいのにね、うん、なんか、北千住まで来てくれて、我々のホームの。初めてやるよ。嬉しいですね。それじゃあやっていきましょう。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日レイ、井出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、昭和産業、長州産業、オリエンタル公募工業、テンパール工業、ヤクルト、アガルートアカデミー、キュレル、西松建設、ボンズフリー、スポティファイ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。オールナイトニッポンではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。それでまたあの大竹先生に見てもらって、うん、おお急性胃腸炎ちょっとやって、うん、で火曜日でこら参ったなと思って、うん、その熱があるんだよね。37度ジャストぐらいなのよ。へえ、まあ微熱というか、だからなんか入れないじゃん。
建物に。はいはいはい。まあまあそうだね。そうそうそう。体温計というか。そう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 。うん、あれで。うん、だからどうしようかなみたいになってて。で、午前0時の森があるからさ、うん、いや、参ったなぁと思ってて、あれ、うん、そしたらなんかちょっとこう、休む方向でと、なって、うん、で、まあその時ももう、ちょっと、まあ、うん、ちょっと無理な感じだよね。立ってられない感じ。ああ、そんな感じなんだね。そう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 。それも、なんかもう、起きたらみたいな感じなの。もういや、だんだん悪くなる。確かにね、起きたらって感じで、寝る前になんか、ちょっと吐き気すんなと思ってないから寝たの覚えてる。なるへそ、うんうんうん。起きたらもうちょっとしんどい感じ。もう全然ダメ。うん、これダメだと思って。それで、うん、そうそうそう。大竹先生のとこ行って見てもらってっていう感じだったんだけど。もう診断受けて。それで、午前0時のものさ、どうする前々からミトちゃんとさ、俺が休んだら誰とやんのみたいな話なんかしてたんだけど、こんな早く来ると思ってた。うんうん、俺誰だか知らなくて、でも結果ね、うん、結果タイガさんだったんだけど。ああ、そうね。そうそうそう。うんうん、で、タイガさんに、うん、知ってさ、うん、それ知ったのは、うん、あの、次の日なんだけど。ええーうんうん。ああ、もう、きつくて、テレビ見てる。きつくて、テレビ見てる、寝てるだけだったから、うん、次の日、誰だったんだろうと思って見たら、うん、タイガさんで。うん、それで、うん、まあ、タイガさんにお礼の電話しなきゃと思って電話してたらさ、うん、さすがになんかね、ウーバーイーツやってたんだって、電話受けた時に。したら若林さんが体調不良で、はいはい、急遽春日さんに、タイガさんに MC やってもらうってことになったんですけど、うん、って事務所から電話あって、うん、その瞬間にタイガさんが、うん、あ、はい、ドッキリね、と。なるへそ。あーあー、でもまあ、でもそう思うか。うん、そうだね、そりゃそうだ。で、それで、なんか、うん、まあ、で、うん、MC やってる時に若林が出てくるんだろうなと思って。で、まあ、はい、じゃあすぐ行けますって。まあまあ、受ける。プロだから。なんか、ほんマジっすかっうるしいっすって、まあ、やったけど、つって、なんか言ってて、大河さん。なるほど、そこも取られてる可能性あるから、ドッキリとしたらね。どっから取られてるんだろうなと。プロだね。思いながら、うん、なんか、だから自転車もなんかちょっとこう、うんうん、なんか映りのいいように、まあ、漕いでたらしいのよ。でもすでにどっかから、遠くからロケバスだ、あのビルの上かなんかわからんけど、そうもう撮ってると今自分のこと。そう、はいはいはい。ちょっと若林のために必死に自転車漕いでる感じも表情で出しながら。うん、はいはい。プロだからね。そう。まあ、向かったって。はいはいはい。うん。うん、で、その、まあ、で、テレビ局に入ってね。うんうん、で、まあ、ドッキリだろうな、と。うんうん、うん、はいはい。まあ、いろいろ考えてたんだね。そう。思いながら、学会に行ったら、打ち合わせに来て、うん、すいません、ここありがとうございますって言われて、うん、若林さん体調不良でも、タイガさん急遽でありがとうございますって、うんうん、で、言われた。うん、ねえ、ずいぶん手の込んだドッキリだな、と思って。リアルだな。そう。うん、だから、なんか、まあ、そこプロだから、うん、なんか、楽屋入った時から、うん、もうちょっとこう、緊張して正座してる感じで出してた。なるへそ。うん、本番前緊張するタイガーみたいな感じを。が、もう、そう、わかるから。はいはいはい。おう、くれてた、こっち側にくれてたわけだね。で、スタッフさんにももうよろしくお願いします。つって。はいはいはい、で、言って、うん、で、ありがとうございます、みたいな。嬉しいです、みたいな。うん、そのなんか喜んでる感じも出しながら。はい、はい。で、スタッフさん、ほんとタイガさんには、うん、ありがとうございます。ご負担かけますが、うん、よろしくお願いします。うん、手込んでるな、って若林がどっかいるんだろうって。見てんだね、もうモニタリングもう今してんだろ、みたいな。そう、うん。で、その後ね、うちのマネージャーの大輔がね、はいはい、コンコンできて、うん、タイガさん、ほんと今回は、なんか、若林さんの、突然のあれで、うん、ありがとうございますそう、うん、ご負担かけてすいませんって言って、手こんでんなそこまでやるんだテレビってすげえなって思いながらプロだからなるほど、いやいやこちらこそありがとうございます、なんかこんなチャンス嬉しいっすって、うん、チャンスだと思ってる感じも出したよ、うんうんうん、いいねさすがだね、うん、で本番始まって、うん、でミトちゃんが一人で喋って若林さんが体調不良によりつって、うん、おーっつって、うんうんうん、めちゃめちゃ振って
ってんなと。はい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 、はい。思いながら、うん、この方が助っ人に来てくれました。で、もちろん、うん、うわっつって出てって、うん、大河ですって言って調子乗って、うん。はいはいはい。で、モノマネもやって、うん、で、そこの、どっか出てくんだろうなーって、ねうんうん、で若林がこのモノマネのシェイクモノマネやってたの、うんはいはいはい、動きはかすぐ、うんうん、声は若林で、うんうん、そのモノマネやってる途中で、うん、若林が後ろからなんか出てきてなんか叩かれて、うん、お前が MC なわけねえだろ来るんだろうなと思いながらモノマネを3発ぐらいやったけどまだ来ないなって思う、うんうん、あれ遅いなと、うん受けるんだってスタジオが、はいはいはい、またまたと思いながらそんな面白いわけねえだろそんな面白いわけねえだろ、うん、思いながらやってたんだよ、うんうん、で人生相談に入って、うん、また泳がすかと、うん、思ってたんだよ、はいはいはいね、したらなんかでこれあなるほどと、うん、人生相談に真面目に答えてる最中に若林に後ろから叩かれて、うんうん、お前何真面目に答えてんだっつって真面目に答えてたって、うんうん、いややっぱりどんな仕事もね、うん、つって仕事がやっぱりないの長いっすから、うん、それは仕事なのないです、うん、決めて、うん出てくんだろう若林と思ったら出てこないで、うんうん、おーみたいな感じだスタジオはやけに感心してんなって、うん、もう出てくるだろうと、うん、でなんか真面目に答えて、うん、また、うん、自分のためにね生きると辛くなりますよと、うん、人のために生きれば辛さは少し減りますよビシッと決めたしたらスタッフみんなうなずいてる、うん、ほーっつって、うん、若林出てくんだろって言ったら、うん、出てこないまたあれまた出てこないか、うん、って思ったら、うん、番組が終わったんだえマジで、うん、と思ったのお俺は若林の、うんうん、代わりだったのって、うんうんで、スタッフさんに、いやー、タイガーさんありがとうございましたっつって、ほんとタイガーさんのおかげで乗り切りましたっつって、うんうんうん、おー、ありがとうございますっつって、あれ、これ、ほんとなんだっつって。うん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 。もうそうだよね。そう。ドッキリとしたらもう完全にバラすタイミング逃してるからね。そう。で、帰りにね、自転車こぎながら、うんうん、ほんとだったーって思ってた。はあ、もうずっと終始、うん、ドッキリだと思ってたってことね。そう、で、俺はずーっと寝てて、うん、朝方だった。パッ、うん、こう、水曜の朝方、目さ、うん、まだ死んでる、うん。そういえば、うん、午前0時の森、うん、誰が救っとかったのかなって、うん、もう這うように、リビング行って、うん、レコーダーつけて。まあ、小籔さんかなとか小籔さん来てくれて、うん、水戸ちゃんが欠席の時、うん、春日は仕事入ってたよな同じ時間にと思って違うかなと思って、うんうん、もしかしたらアナウンサーさんとかなるほど、うん、それから過去に出てくれたはいはいなんかね、うん、つながりとかいか人とかかなと、うん、テレビつけて、うん、ただ若林急遽代打でタイガっていう、 こうスーパーが、うんうんうんびっくりしたね。一番ドッキリに引っかかったの俺だった。いや、タイガーかよと思った。いや、そうだね。確かにね。でもね、ここ数日だよね、本当思ったのはもう、うん、タイガーさんと春日がいれば回るんだなと思って。いやいやいや。いやいや、それはね、うん。うん。もうタイガースは確かに立派だったけど、うん。うん。ドッキリだと思ってなかったら、思ってた方が多分良かったんだろうね、おそらくね。そうかもね。うん。ちょっとだからいいコンディションだったんじゃない？ちょうど。なるほど、なるほど。だからドッキリだと思って仕事も望んだりした方がいいよ。そこが一番出せんじゃない自分のさ。ああ、確かにリラックスはしてるよね、うん、その方がね、うん。踏み込み方というかね。うん、うん、なんじゃないそうそうそう、うん。だから、まあ今度はタイガさんと春日がいれば、まあ NFL クラブは春日がね、いたし、うん、大丈夫かなってちょっと思って、ね。いや、全部が全部それで回んないでしょ。そう、うん、うん。それね、うん、さすがにさ、うん、潜在能力テストとかね、タイガさん。うん。
無理でしょ、私も無理だし、そんなもん。潜在能力テストできるよ、うん、いやいや、できないでしょ、あれは。あれはできないよ。代わりはいくらでもいるっていうのは思うね、やっぱりね。いや、でもそれはもう、あくまでも代打だからね。うん、うん、ちょっと物珍しさみたいな、私もそうだけどさ、うん、NFL クラブとかもさ、うん、うん、これ一回きり、急遽だから、うん、まあまあね、うん。でももう疲れちゃったもん。うん、っていうことだから、うんうんうん、それはね、うんうん、できるできないございますよ。びっくりしたなぁ。それで、あれだもんなぁ、その、タイガさん反響どうでしたって言ったら、ものすごい反響だったって。ああ、そうだろうね。うん。で、やっぱなんか、すごいな、MC なんて、つって言うの。ああ、そう。で、なんか一個だけなんか、この番組でも話してたけど、ジャンプスーツ着て出てたのよ。ああ、はい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 。で、いつも赤いロカビリーの服じゃん。で、なんかコートみたいなね。そうそうそう、うん。あれで、なんかね、そのロカビリーのバンドの人と、なんか真剣な話し合いになって、で、確かになんかね、ジャンプスーツでツイストはすっごいおかしいんだって、ツイスト業界では。へぇー。うん。なるほど。違うんだ、もう格好が。ジャンルがというか。う、うん、うん。これ、ジャンプスーツ、の方がいいって言ってたね、オールナイトのスタッフは、みんなは。うん。うん。まあまあ面白いもんね、だってもう、まあ、格好がね。そうそうそう、うん。で、なんでジャンプスーツなんす、だったんすか、午前0時の森って言ったら、うん、いや、若林がそうやって言ってたから、つって、うん。でもなんかその、ロカビリーのバンドの人たちには、うんうん、テレビに魂売らないで、ロカビリーの格好し続けてほしい。若林さんが言ってることはもうごもっともだと思うんですけど、はいはいはい、って言われてて。身が引き裂かれる思いで、ジャンプスーツ着たの。なるほど、なるほど。ジャンプスーツ着てから、胸のとこがこう、ざっくり開いてんじゃない？ああ、そうか、そうだ、ね。そう、裸で。真っ赤だったけどね、緊張で。それがやっぱりバレちゃうのか。そのだからマイナスもあるんだね、デメリットというか。ちょっとやってみよう、やってみよう、やってみようのような手の時に、うん、あのジャンプスーツのあの革紐のビーズがあの、うん、ピンマイクに当たってパチパチ。邪魔だな。音声さんのこうなんかね嫌がるよ。あれ、うん、胸にガム手で貼らなきゃいけないんだよね。そうなってくると。なるへそ、こ真ん中につけなきゃいけない。真ん中につけなきゃいけないよね。つけた方がいいからね。そうか。でもなんかジャンプスーツで真剣な人生論語ってるから面白かったっていうのもある気すんだよね。はいはい。あの赤いジャケットだと。ハマっちゃうもんね、絵面的にはね。そう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 。うん、その問題がまだ続いててジャンプスーツにするか。まず答えてるお前の格好なんだよっていうのは、ね。やっぱテンション上がんないって言ってた本人は、赤いジャケットじゃないと。あ、そう。うん。やっぱ違う、なんかこう、違和感があるんだね、ジャンプスーツと。違和感がある、違和感があるみたい。そう、まあでもそれもしょうがないよね。うん。うん、タイガーさん的にはどうだったの？やっぱジャンプスーツでやって反響あったっていうのは。いや、それは全く言われないって、ジャンプスーツのことは。あ、そう。うん。俺とか、聖堂さんとかは、ジャンプスーツの方が絶対いいっすよね、つって言いながら、見てたんだけど。あの、さっきね、また。どっちがいいんだろうな、まあ。いや、ジャンプスーツの方がそれは面白いよね。あれの、あっちの方が、何やるにしてもね。体張るんで、バンジーやるにしてもさ。面白いじゃん。なんか行列に並んでてもさ、それこそそれだめのさ、なんか詰め放題みたいなやつさ、今やってくれてるじゃない？あれ、まあ、並んでさ、行列にさ。うん。詰め放題とかする方が面白いけどね。ね、でもまあ本人がね。じゃあでもそれはわかるな。うん。なんかね、芸人ってなんかそういうのあるよね。なんか、ゴンちゃんも、最初モヒカンだったじゃん。ああ、モヒカン、うん。そうか。そうだね。そうだね。アフロじゃなかったね。あれもなんかね、あれなんかね、理由あんだよね、あれ。なんか。うん、あ、そう、アフロにした？そう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 。だから、で、花輪さんが角にしたじゃん。うん、はい、はい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 。で、あの時ビッグスモールもすぐテレビ出てたから、うん、花輪さんになんか被ってんなんて言われて、アフロにしたの。ああ、そういうことか。だから最初、モヒカンの部分
だけアフロにしてたから、うん、なんか綿ぼこり乗っかってるみたいな期間が結構あったんすよつって出て、それがなんか全部覆ってくまで時間かかったらしいよ。でもなんかモヒカンにしてたの覚えてるよね。そう、あった時さ、モヒカンっていうかなんかベッカムヘアというかなんかこうね、うん、そう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 、あれなんかね理由があるんだって本人的に。あ、そう。うん。だから譲れないってなって、譲れないんだよね、結構芸人って。衣装一つとっても。いやいや、そうよ、そうよ。うん。なんかこう乗らないというか、なんか違うなってね、やっぱあるよね。だから本人は赤いジャケットの方がいいんだって。確かにな、赤いジャケットだとちょっと怖かったかもね。人生相談の時。うん、なんかちょっとそうね。うん。やっぱかっこいいというか、ちゃん、なんかね、迫力あるからね。うん。うん、あの格好の。そうだよね。タイガさんは。そうだよね。なんかこう、うん、バカバカしくないんだよな。しょうがねえなって感じにならないんだよね、やっぱね。かっこいいから。あ、そうなんだよね。うん、あれがハマる部分、場面もあるんだろう。まあ、ね、ネタとかね。うん。の時は絶対 あっちの方がいいんだろうけど。はい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 。うん。いや、でもそれはそう、やっぱピンクベストはなかったりすると、うん、やっぱちょっとなんか違和感あるもんね。ああ。もう仮にね。うん。うん。そうだよな。いや、そうだね。うん。それはもうタイガーさん次第なんじゃない？そうか。まあ、俺たちは言うことじゃないもんな。まあそうだね。うん。うん。だからジャンプスーツじゃないと思ったらゾッとするなとは思うけど。確かにね。まあ正解今回はね。うん。オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。ずっとね、うん、今でもあの歯医者さんが、うん、高円寺の歯医者さん行ってるんですよ、うんうんうん、もう引っ越して3年ちょっとぐらい、3年そうだね、高円寺も、高円寺まで、うん、まあ、通ってるというか、うん、もうだから睦見に住んでる頃からずっと行ってて、うん、まあ、20年は言い過ぎだけど、もう15年以上ぐらいずっとそこなんだよね、うん、なかなか変えられないじゃない、歯医者さんってね。歯医者さんって、うん、まあ、家の近くもいいところがもう探せばあるんだろうけども、うん、なんかもう全部その何、あの、知ってくれてるというかさ、うん、ね、だからいろいろ歯のこと、インプラント、この場ね、ラジオで話したインプラントやなんやかんやっていうのも全部、うん、まあ、そこ、まあ、別のね、お医者なんだけど、そこに紹介してもらって、行ってみたいなところだから、うん、もうまあずっと、まあ。あれはどうなの？そういうのの価格は気になるの？どういうことですか？はい、歯のってこと。治療費。治療費、でもね、歯に関したらね、結局なんか、まあ、歯こそ、いいやつが長持ちするじゃないですか。うん、ね？いや、安いというあれ本当、あれなんだってね、うん、歯医者さんで決めてんだよね、あれ。ああ、値段。だって虫歯一律いくらじゃないだろ、日本。ああ、だからある程度保険のあれでは決まってんだろうけどね。どこの方、なんか治療の方法でさ、保険の使ってるやり方みたいな。それ以外が、どう、歯医者さんによるのかな。歯医者さん結局決めてんだっていう俺話聞いた。あ、そうなの。まあちょっと聞いた話だから、まあ、確かに。範囲がわかんないけど、でもそうだろうね。うんうん、だその辺も、ね、お高くないというか。ああ、じゃあ、いいんだね。で、すごい相談もしてくれるの。これ入れるときに、これとこれとこういう値段があるんですけど、みたいな、決めさせてくれるというかさ。そういう、だから、そういうのがあるから、もうずっと通ってんのね。で、まあまあ、ちょこちょこ通ってて、で、夏前ぐらいから、一つ治療してる歯があってね。なんかその、被せてたものがあるんだけど、そこがちょっとこの怪しいと。うん。で、ちょっと開けてみて、どうかっていうので、判断して、開けてみたらちょっとその虫歯っぽくなってたから、またその詰めてるものをこう作り直してね、やるなんつって。で、ほら、時間かかるじゃないですか。で、ね、予約入れたところも行けなくなっちゃったりとかして、で、別日とかでどんどんやってたら、だいぶこう長くなって、で、つい先週ぐらいにようやくね、4ヶ月ちょっとぐらいかかったかな、一つの歯よ、左の上の歯だけども、が、こうね、治療が終わったわけですよ。で、まあ、その間、ずっとこの、
まあ、左の、だ右側で噛んでくださいと。うん、で、仮の歯がね、こう、ごばーっと穴掘ってさ。うん、虫歯でそうそう、虫歯で、うん、仮詰めをしておくんでね、つって、うん。で、まあ、なるべく、その反対側だけで、噛んでくださいと。うん、なんでその虫歯になるの。いや、それはもうわからんよ。歯磨いてんの、ちゃんと。まあ、磨かない時もあるね。で、寝ちゃう寝ちゃうね。あ。いいだろうって、すぐ起きるから、つって。そういう問題じゃない。4時間ぐらいで、だからもう、6時間以上寝ないときは歯磨かないのよ、夜。それじゃ。だって別に起きてるの。分かってんじゃん、理由。だってさ、そう4時間ぐらいじゃ、そんな虫歯菌もさ、よーし、さ、掘るぞってなってぐらいでこっちが覚醒するんじゃないの ?4 時間ぐらいだと。いや。それは違うと思う。6時間ぐらい寝ないと。個人差もあるけど、カスがあって、ほら、うんうん、なんだろうな、うん、なんか、乾いてるから。口の中が、それ別に、もうそう。口呼吸な、あと。口呼吸かな、まあでも多分どうかな、うん。あ、口呼吸は関係ないけど、うん、でもなんか繁殖しやすいでしょ、きっと。いや、そんなことないでしょ。だから、ちゃんと寝るとき、うん、がっつり寝るときは、もちろん磨くけど、うん、とか、あと、じゃ途中で寝ちゃってさ、うん、ね、よく、だから今あるんですよ、こうね、うん、なんか寝かしつけるなんつって言ってさ、うん、本当に9時ぐらいにさ、うん、まあ、床にね、うん、入ってきてくれなんつって言われてさ、うん、で、床に入って、そのままなんか寝ちゃって、パッと起きたら1時とかさ、うんうんうん、ね、うん、もちろん歯磨かないまま、寝るつもりないからさ、うんうんうん、寝ちゃって、わ、1時だと思って。うんうん、でもなぁ、今日60グラム切るからなぁと思って、うんうん。したら、歯磨きに行かないじゃない。いや、それじゃん。だって6時間ないんだよ。理由分かってんじゃん。一回寝ちゃってどうせまたね。うん。うん、やっぱりその、うん。6時間以上寝ないと虫歯菌も活発にならないと思うんだよね。それ自分の考えでしょ?自分の誰かに言われたわけじゃないけど。うん。だってあいつらって寝てる間に隙を見てさ、調子こいてるわけじゃない?虫歯菌って。うん。だから覚醒しちゃったらさ、多分引っ込むと思うんだよね。はいはいはい。口のこの奥の方に。はいはいはい。なんかさ、はいはい、三つ股のフォークみたいなの持ってさ。はいはいはい。まあ、イラストで描かれる、ね。うん、引っ込むと思うのよ。うん。だから、うん、それが原因。まずなんか、うん、ちょっと気になってんだけど、うん、何年もラジオやってて、よく虫歯になんな、と思って。うん、私、うん、いや、でも、ちびっこの頃が多いよ。よく歯医者行ってたなって思うものね。もう何年もなってないわ。うん、あ、そう。うん。俺はどうぞ、4時間しか寝れないなって時も歯磨きするよ。やっぱちゃんと食べた後とかも。ああ、じゃあそれ歯磨きって大事なんだな、じゃあね。結構。まあ、なんだ、大の大人がわざわざ、故郷の電波に乗せて言うことじゃないけどな。あ、そう。よくは、お前、歯医者行ってるよ。いや、歯医者お前って。まあ、だからその。歯磨けよって、だから、もう結論出てんじゃん。でも、公園で行くのか。いや、もう公園で。それがちょっとごめん、気になっちゃって。うん。だから治療だけじゃないよ。うん。たまにこのなんかね、そのチェックみたいなさ、うん、そのインプラントとか入れてるから、うん、その検診みたいな、検査みたいなので行くことももちろんあるんだけど、うん、今回は夏ぐらいからずっとね、うん、その虫歯というか、まあ、うん、詰め替えというかね、詰めてたところがダメになっちゃったから、うん、うん、詰め替えをして、その、うん、なんか、こっちの身にもなってくれよな。その虫歯菌が近くにいるっていうか、いやいや。なんかその、まあ、コンビだから、まあわざわざ言うことじゃないけど、キスもするわけじゃない。だから、こっちの身にもなってくれ、その虫歯菌を。コンビだからするって聞いたことないよ。うん。まあ、あんまり大きな声で言うことじゃないけどさ。出番前、袖でね。まあ、まあまあ、キスって言ってもディープよ。その、するわけじゃない。コンビだから。文脈がおかしいのよ。新コンビだから。新コンビでもないしね。うん、もう20年からやってるわけだから。キスって言っても、まあ、ディープの。いや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 、おかしいのよ、文脈が。うん、じゃあ、いいかとならない、聞いてる方も。うん、不安になるよ、逆に。そんなん言われたら、聞いてる方は。いや、まあ、それで、虫歯をね、うん、ようやく、
こう終了して治療が、うんうん、でようやくこの口全体で食べられるようになったのよ、うんうん、一回そうでも左でね、うん、治療してる方でも別に大丈夫だろうと思って、うん、そうは言うけど右でお願いしますって言って、うん、なんか詰まってるし穴のままなわけじゃないから、うん、いいだろう、ね、そう中入ってからいいだろうと思って完成しましたと、詰めるやつが、うん、ね、工場から上がってきて、つってはめたら、うん、その先生が、おやって感じになってんだよ、うん、うん。あれはめたのは終わんないなぁと思って、うん、したら、ちょっと春日さん、ちょっとこれ作り直してもいいですかつって、うん、詰めるやつ、うん、つって。なんすかって聞いたら、うん、その、春日さん左でこれ噛んでましたよねつって、うん。バレて。バレて。うん、いやとか言ったんだけど。あ、噛んでるね。いや、うん、ちょっとこの狩り場を、取ったら、うん、その中に食べかすとかが。ああ、そんなもんなんだ。入っちゃうんだね。入っちゃう。うわ、これはもう、バレてるわ。証拠じゃんだって、うん、それが。そうね、つって言って。うんうん、したら、ちょっと、うん、いや、その、新たな虫歯になってるわけじゃないんですけど、つって。で、ダメですよ、つって、なんかこう、おでこに、うん、吸うやつつけられるの、全部の。ってねとか言いながらダメですよこーってなってないのよ別にダメですよこーねーって言われてねじゃない、まあ、赤くなってすいませんなっつって言って、ね、いやそこまではされてないんだけど、うん、いやですねっつってちょっとまあそれのせいかどうかわからないんですけどなんかこの治療してる歯の両隣の歯がなんか移動して外にこう広がっちゃって、うん、その、隙間がすごい空いてるんですと。はいはいはい。ね、で、このまま、完成したその詰め物を詰めると、うん、その隙間に、これから未来永劫、うん、物が挟まり倒すと。うん、空いちゃってるから。うん、なんか移動しちゃったね、歯がね。うんうん、だからちょっとこの詰めたものを、ちょっとこう分厚く、さらにこう、コーティングというか厚くして、うん、その隙間を埋めるぐらいの厚みにしないと、うん、ちょっと怖いですね、って言われたから、うん、また期間が伸びてさ、うん、それでトータルでその4ヶ月ちょっとぐらいになっちゃったのよ。うん、だからもう本当に左ではずっと食べない期間がまあ何週間かあって、うんうんで、ようやくこの気にせずに、口ね、ね、うん、お口全体でこう味わえると、うん。全然違うじゃないですか、なんかこの、うん、ね、うん、片方だけでさ、食べるのとさ、うん、うまみの感じ方が。まあ、磨けよ、じゃあ。うん。うん、まあ結果論だけどね。まあ、結果そう、今更言われてももうね、うん、うん、どうにもなんない、うん。今後もまあ磨かないだろうし。磨けよ。やっぱり6時間以上でないと。こっちの身にもなれよ、お前。コンビだから、まあ、キスもするわけじゃないですか。まあ、それ以上のこともね。まあまあまあ、コンビだからね。うん、コンビだから。まあそうか、自分一人じゃないっていうことだな。そうそうそう。うん、確かちょっと考えますわ、そこはね。うん、で、ようやく、そのね、うん、全部を使って、口を。うんうん、この、飯を食べられると、うん。だからもう本当に治療の前ぐらいから、うん、何食べてやろうかなってずっと思ってたのよ。うん、この後、うん。で、ちょっと昼過ぎぐらいだっけ、その3時前ぐらい、うん、終わる時間がね。うん、うわ、これだから昼、ギリギリ間に合う店とか、ないかなとかいろいろ探してさ。うん、それで、うん、口全体で味わえるなって思ってんの。思ってる。気持ち悪いな。お前帰れよ。仕事の途中で。いや、帰らんよ。それは思うじゃん、だって。で、何食べるか決まって。うん、まあ、決まってというか、そう決めてたら、今、高円寺ね、うん、調べたらさ、うん、カレー屋さん多いのね。知らねえよ。すっごいカレー屋さんの、スパイスカレー屋さんがすんごい多いのよ。まあ、でも行くんか。うん。うん、でもなんか、カレーっていうお口じゃないぞと。うん、今日はね、うん、もう、まあ、そんな店たくさんあったけど、つって、うん、なんだろうなーってぐーって考えたらさ、うん、寿司だったのよ、うんうん。で、これを寿司行こうと、ちょっとなんか、会期祝いだと思ってさ、うんうん、めでたい食べ物だから、寿司っていうのは。うんうん、ねんで、高円寺って、もう、ちょっと阿佐ヶ谷
にね、うん、よく行ってた回転寿司屋さんが、あったのよ、うんうんうん。あ、そこ行こうと思ってさ、うん、一駅だし、うん。で、電車乗ってね、うん、阿佐ヶ谷行って、うん、で、改札降りてさ、うん、したら、まあ、3年ちょっとぶりか、うん、でもそれまでもロケとかちょこちょこ行ってきた、駅の周辺あんま行ってないんですよ。うん、したらやっぱもう変わってんのね。うん。すげえ変わったよね。すごい変わった。まず駅改札降りたらなんかもう正面に、まあいろいろなんかね、コンビニエンスとかなんかいろいろ入ってるとこあるんだけど、うん、もうなんかガチャガチャ置いてあったりとかしてさ。うん。もうガチャガチャなかったぞ、あそこ。ガチャガチャかよ。まあそっから。うん。で、あー。高架下のとことか超おしゃれになってる、ね。おしゃれおしゃれよ。俺たちあそこの下でネタ合わせとかしてるときな。うんうん、ああ、そうね。なんか怖いんだよな。暗くて。暗くてなんかね。まあ駐車場みたいになってるけどね。そう、何にも人通りもないし。そう。そんで、ね、降りた、その南口を、うん、まあ出て、うん、すぐこう、右、その駅について、駅となんか合体してるみたいな、駅の隣のビルか、うん、の回転寿司屋さんなんですよ、うん。で、南口出て、すぐパッてこう、右曲がったらもすぐあるんだけど、うん、パッて右曲がったら、うん、そのお寿司屋1階なんだけどさ、うん、あのお寿司屋さんにもテナント募集って貼ってあってさ、はい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 、なくなっててさ。あー、ショックだね。そう、結構言ってたの、安くて、ネタでかくて、うん、ね、結構気に入ってた お寿司屋さんでさ、うん、で、うわ、ないんだと。何のネタが好きだったの？そこの。そこのね、うん、マグロだね。それを求めて行ってたんでしょ？そう。何食べてもうまいのよ。うん、ブリ。で、あら汁もね、うん、うまかったし。うん、で、そしたらなんかいろいろやっぱちょっと思い出してさ、はいはい、よく行ってたなと思って。なるほど、なるほど。で、テレビ出始めのぐらいの頃ね、うん、行ったらさ、うん、なんかこう回転するよりも頼んだりするじゃない。うん、店員さんにね、うん、握りの職人さんに、うん、でそんでマグロ一つなんつって頼んだらさ、うん、そのね、うん、職人さんが、うん、全然そう、あと帽子とかマスクとかして行ってたんだけど、うん、オードリー春日さんからマグロ一つありましたっつって言われてさ、店内に響き渡るように。よく常連になったな、うん、その時は、マグロ一皿だけ食べすぐ出たけどね。そんな経験ないからね。そんなびっくり、なんか、本当ドッキリかなって思うようなさ。あれ、あるよな。うん、なんか、そういうことな。テレビ出たての頃。出たての頃だからね。うん。あ、そんなになんか、まあまあ、ありがたいのか、まあでもちょっともう。ありがたかねえだろ、そんなの。おかしいだろ、その店や。そうね、うん。でもそっからもう、その後も別に通ってんだけど、うん、そのうまいか、うまかったからね、うん。うん。その時はもう。でもそういうことを、お咎めなしで進めちゃうから、うん、撤退したんじゃねえか。いやいやいや、そっから十何年経ってるから。多分、阿佐ヶ谷芝居に聞いたら、うん、なんかつい最近の今年ぐらいに入ってからぐらいになくなっちゃいましたよ、なんつって。寂しかった。寂しかったな。で、そのビルもね、うん、何階かに入ってた、整体によく行ってたのよ。うん。んで、まだあんのかなってパッて見たらさ、うん、看板あるじゃん。なんかビルの横にさ、縦にさ、はいはいはい、なんか入ってる店順にこうさ、うん、看板ね。そう。うん。そこがもう、その行ってた整体のところがもうなんか開いてんのよ。で、そこどころかなんか二つ三つぐらい空いてます、はい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 。もう全部入ってないの。うん、あーと思ってよく、里光と言ってたわー、そこね。うん。安かったのよ。千円とかね、うん、そんぐらいで。マッサージ？マッサージ、カイロかな？カイロ。うん。うん。で、待合室にさ、うん、漫画が、もうすっごい何百冊って置いてあってね。うん、何百？漫画喫茶。うん。ぐらい置いてあんのよ。マッサージね。マッサージね。マッサージ。で、そこにさ、うん、漫画読みに行ってたわーとか、ね、漫画読みに行ってたのそこに。だ予約の時間の1時間ぐらい前に行って。へぇー。それのらり松太郎とかずっと読んでたってことのらり松太郎に限らないけど、渋いな。それ町中華のラインナップじゃないかよ。のらり松太郎とか、そう。見客商売とかは。うん。うん。まあ本当に、うん。初めの一歩一巻から全部読み直したことあるもんな。フルで。
あ、そう。その当時何巻まで言ってたのか、結構言ってたな、90巻。で、デンプシーロールのくだりとかもじゃあ読んで。いや、もちろん、もちろん、木の葉をさ、高村に教わってさ、で、それなくなってたんだ、そのマッサージが、もう。え？なくなってたんだ。そこなくなってたんで、終わった後も1時間ぐらいこう漫画読んだりとかして、ね。はい、帰れよ。それぐらい言ってたないないなくなってるわーと思って。それでお前また漫画読んでたらガタこっちゃいましたっつってまた30分入ったんじゃねえだろうな。あーそうその話いいね。いや受けないよ。それにすればかな。読めるもん先。でガタこっちゃって、ね。やめた方がいいよそれ。閉店までいたみたいなさ。うん、うん、でそねでここもマッサージ屋さんもないわとか思ったら。うんちょっと待てよと、これ、どれぐらいね、私のその馴染みの、店が残ってんのかしらって気になってきちゃってさ、うんうんうん、で、このロータリーをとりあえず一周したのよ。うん、そしたら、あ、富士蕎麦はあるわ、とか、うんうん、あ、ここあの、筋肉マンのね、その図鑑をね、うん、前も話したけど、予約したこの本屋さんは、まあ、まだあるわ、とか、うんうん、で、バーっと見て、あ、まあまあ、ある店の方がもちろん多かったんだけど、うんうんしたらさ、うん、駅前にあるさ、ツタヤもね、うん、なくなっててさ。わかる。行ってたんだよ、ツタヤ。あれは寂しいよな、ツタヤがなくなってんだよな、最近。そう、海外ロケの時とかね。出発の前の日とか、ここでもう借りてたね、よくね。そう。映画も借りてたし。セクシービデオ。セクシービデオもさ、一番奥のところにあってさ、コーナーが。うん。のれんがあってさ、うん、入ってさ、したらまあセクシービデオたくさんあるんだけど、そのセクシーコーナーの一番奥にね、うん、販売もあってさ、うんうんうん、販売よくこう見てたわーっつって、うん、こう棚にもこうね、縦のこの棚にも置いたんだけど、ワゴンでさらに安いやつがあってさ、うんうん、それをこう一枚一枚こうシャッ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 シャってこうさ、DJ 松永やからね。レコード探してる時にもね。そう。もうあの、ケースじゃなくて、あの、盤で、あの何、あの、盤入れるさ、あの、あるじゃない。わかるよ、わかる。ペラなんか紙で。あれに入ってるんで、もう、盤を見ないと。あれだもんね。うん、家で、セクシー DVD デッキに入れる時に一回こうやって掲げて見せるもんね。DJ でやってんじゃん。客いるじゃん、それ。お客さんいるじゃない。うん。いやいや、そう、むつみでは一人でやってるから。エロ DVD DJ やってた時あるもんね。二つのプレイヤーに。うまく繋ぐもんね。よどみなき一本の作品みたいに。日本を一本の作品みたいに。キスから、その、胸へ行くところを別作品に繋いだりしてるところが評価されてたもんね。一晩で何作繋げるかみたいなね。うん。チャレンジ、いやいや。そんなんやってたなとか、そうやってシャッシャやってる時に、うん、ね、若い男にさ、近づいてこられてさ、うん、つって、リトルトゥースですってね、声かけられた。声かけるとこはそこしかないよな。逆に閉鎖された空間だから。今ね、ちょっと今、取り込み中だからみたいなね、うんうんうん、時もあったなと、そのツタヤがなくなってたりとかね、うんうんうん、いろいろさ、パールセンター行ってみたらなんか。もう変わってるよ。はい、ね、パールセンター入ってすぐのなんか左側のおせんべい屋さんがなくなってたりとかさ、うんうんうん、そんなん見て回ってさ、結局むつみそまで行っちゃってさ、うん、むつみは あるのよ。ちゃんとね。あるだろ。そう、三浦が住んでるからね、シーナの。うん。でもあの、むつみそっていうあの、階段の下のところに、貼ってあるあの、うん、表示、うん、の上の、郵便受けはなくなってたりとかね。あ、そう。うん。ああして、まぁ、ちょっと、まぁ、リフォームしたみたいな前も話しましたけど、ああおいで、うわーと思ってさ、うんうんうん、で、また、駅まで戻ってね、うんうんうん、もう飯を食おうと、そういえば、っつって。うんうん、ね、こう飯食いに来た。うん、でも、やっぱりなんか、うん、馴染みのところで食べたいなとか、思ってまた探してたのよ、うん。したら、その、むつみに曲がる、その、ローソンの、ところの、うんうんうん斜め向かいにさ、はいはいはい、パン屋さんあってさ、はいはいはい、あ、このパン屋さんまだあんのか、とか思って見てたら、店前にね、食べ放題っていう、なんかこう看板があって、うわ、食べ放題やってんだと思って、で、入ったのよ。したら、店のね、今その売ってんの普通にこう、トングとかでこう、棒に乗せて、あれ全部が食べられる食べ放題やっててさ、60分で。わ、これはいいじゃないかっつって、入ってね、イートインがあるから、奥の方に。なるほど。で、パッて見たら、まあ、そのね、ご高齢の方たちが何名かこういたんだけど、席は空いてんのよ。
でそこ入ってさ、うん、そのね食べ放題説明聞いて60分でっつって、うん、まあ、1回あたりそのカゴにね、うん、2個までしか持ってこれないのよ、うん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 、でなんかもうワンドリンクでっつって、うん、ボン持ってさ、うんうん、でカゴ持って探してねこうチーズ系のねパンを入れて、うん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 、しょっぱいやつ入れたから一つ甘いなんかモンブランのデニッシュみたいに入れてさ、うん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 、でねそのイートインでね、うんうん、もう60分しかないから、うん、バーッとこう食べてたのよ、うん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 、でそのご高齢の方たちは、うん、パン1個にね、うん、コーヒーとかでのんびりこうさ過ごされてるその鉢の方でさ、ね、ブワーッとこう食べて、うん、でまたこう取りに行って、うんうん、また食べてみたいな往復したのよ、うんうん、してね何分かまあまあ結構こう腹がいっぱいになってきたぐらいの時に、うん、ふとね、うん思ったんだけど、うん、このパン屋さんあれだなと思って、うんうん、ねどっかその思い出があるところで食べたいなと思ってたんだけど、うん、このパン屋さん今日初めて入ったなと思ってさ、うん、何のこの思い出もないパン屋さん、うん、まあまあ知ってたけどそこにあるのはねもちろん、うんうん、そこでこうバーッと食べてさ、うん、まあでもいいかっつって、うんうん、堪能したから、ね、堪能してるからいいかっすね、まあ60分フルで戦おうなんて思ってたらさ、うん、うん、カツサンドかなんか食べた時に、うん、左の上に違和感感じてさ、うん、あれと思ったらさ、うん、カツサンドで取れちゃってさ、せっかく入れた、あれが。で、途中で、こうね、やめて、歯医者さん戻ってさ、で、またこう、つけてもらったのよ。ね、で、また怒られてさ、2時間ぐらいは、食べないでくれって言われてたのよ。それでね、怒られちゃって。また怒られて。すいませんっつって言って、うんうん、って言って帰ってきたっていう話ね。うん、すごい変わってた阿佐ヶ谷が。守んないね言われたことを。オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ豊一のツッコミ春日がやっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、春日さんがそれをツッコミながら当てていただきます。ラジオネーム546、11月19日は浜寛浜谷さんのお誕生日です、うん、それではここで春日さんにちょっとした浜谷さんクイズです。うん、神田うのさんが結婚したとき、浜谷さんが納めてたご祝儀はいくらでしょうか。答えは10万円です。ご祝儀を納めたとき、うのさんの父親からこんな莫大な財産をいただいてしまって大丈夫ですかと心配されたそうです。ん、なんだ。おー、いや、その浜谷の情報は別にいらんよ。違いますね。ラジオネーム、かませ犬レモンサワー。僕は最近サボテンにハマっていて、育てるだけでなく、サボテンの学術的なことも調べています。ちなみに春日さん、サボテンのトゲって葉っぱでしょうか、それとも果実でしょうか。わかりますか。え？なんだ、クイズ王の伊沢くんが送ってきてんのか。違います。ラジオネーム、オーシャン。春日さん聞いてください。僕が住んでいる北海道の函館市では、数年前からブリが水揚げされるようになりました。水温が高くなったからとかいろいろ理由があるそうですが、函館市ではブリを使って特産品を作ろうとする試みがあるそうです。さて春日さん、ブリは出世魚ですが、ブリの前は何と呼ばれてるでしょうか？いや、ね、クイズ出すなよ。近づきました。すごい近づいた。一気に近づきました。なんだもうビタ寄せです。ラジオネーム、レディオッツ。爪楊枝の溝にはどんな意味があるか知ってるか。何の意味もないんだってさ。なんだ。
うん。いや、急にクイズ出すなよ。まあ、近いですね。でも多分当たんないと思います、今日は。ラジオネーム、生読みのパリ。君のため、大海原をかけてゆく。揺れる荷物と心を乗せて。これは俳句、短歌、どちらでしょう？正解は、タンカーです。なんでクイズ出すんだよ。ああ、もう、ほぼ正解なんですよ。ラジオネーム、豆腐小僧、これ最後です。島崎敏郎クイズ。島崎敏郎さんが結成したバンドの名前は、答えは、新橋、カラス森口バンドです。いや、なんだかわからないクイズを出すなよ。惜しい！正解は、なんだそのミニクイズ。なんだそのミニクイズか。確かにミニク、ミニだな。うん、ビッグクイズじゃないもんな。でもミニは出ないよな。ミニクイズとかあんま言わないもんな。言わない、確かにね。豆、なんか、豆知識とか、まあでもそうか、ミニクイズか。クイズだもんな。なんだそのミニクイズは。うん。くぅ。さあ、ということで、ね、今回のメールの中から一番良かったボケを春日さん選んでください。はい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 。やっぱり、うん、新橋カラス森口バンドかな。おめでとうございます。うん、さあ、11月のプレゼントです。カボス醤油の鶏胸店。紀州南高梅が香る梅しそかつ。今日は家飲み、ピーマン肉詰め。お弁当に具！パリパリの春巻き、以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。さてクイズ東洋一のツッコミ春日、次回のお題発表します。ヒロシに春日の耳をヘッドホンで塞いでもらっております。募集するツッコミフレーズは、解説動画の AI 音声か。でございます。なんかの解説の文章を送ってもらえば、僕が AI 音声風に読むということをやるので、よろしくお願いいたします。詳細は公式Twitter やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 日例の冷凍食品をお送りするので、住所も年齢、電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。さあ、言語化できないのコーナーでございます。言語化できないけどなぜか引っかかること、妙に好きなことを春日さんと一緒に言語化していきたいと思います。はい。ラジオネームはなしですね。友達と遊んで、じゃあまたねと解散した後に背中を向けてすぐにイヤホンをつけられて、なぜかわからないけどとても嫌な気持ちになりました。まあ余韻みたいな、まあ、ちょっとわかるわな。まあちょっと余韻に浸ってほしいっていうことだもんな。はいはい。まあ、とりあえず見えなくなるぐらいまではね。まあ確かにな。漫才終わった直後にすぐイヤホンつけられたら嫌だもんな。まあそうだね、余韻で。ちょっと反芻してほしいんだよな。なんかうん、ラジオネームおいどん。バイキングでお皿を持ってローストビーフを待つ列に並ぶ父を見て、恥ずかしくなりました。なんでだよ、別にだよ。うん、まあ分からんでもないけどな。ローストビーフだけはね、はい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 、自分で取っていくシステムじゃなくて、はいはい、食べたい、あの人ローストビーフが食べたいんだ、そうだね、肉入れてんだな、うん、体の体内にっていうことが、まあ、表現してしまいますから、そうね、それを、うん、肉食べたい人なんだなっていうサインがね、うん、ずっと出てる。ちょっとこうバイキングにしては高めのものだから、そうそう、得をしようとしている、うん、そういう部分も表現してしまいますから、元取ろうとしてるっていうのがね、うん、
ね、しょうがない。でもいいですよ、うん、そ気をつけてください。自分に帰ってきますからね、自分も食べたい時にそういう目がある気がしてしまいますから、うん、ラジオネームベズキ、僕は人狼ゲームを危機としてやっている人たちにとても嫌悪感を感じます。いやなぜなのか未だに分かりません、うん、ちなみに人狼ゲーム自体も大嫌いです。そこでしょう、だから理由は自分が、うん、ハマって、ね、人狼ゲームってやったことないんだけど面白いんだろうね、あれ面白いんだって、やってる人ハマってる、やったことない、ない、俺もないわ。うん、あんまりだから、うん。朝までやってたりするよな、あの麻雀みたいに。いや、だから面白い、やったら面白いんだろうけどね。ねえ、俺もやったことないからルールわかんない。わからない、うん。でもやっても面白くねえだろ。まあまあ。それはいいじゃない。うん。バカにすんなよ、お前。バカにはしてないよ。一般論を、一般論を言っただけだよ。うん。うん、やったら。麻雀の方が絶対面白いから。No. まあ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 、うんうん、まあ比べるもんじゃないですけどね。私はちょっと麻雀も人狼もやらんから、うん、そうですね、うん、ラジオネームエビ沼エビ子、なぜそう感じるかを言葉にできませんが、自販機でジュースを買っている背中を見られるのがとても恥ずかしい。これはもうさっきのローストビーフのちょっと縮小版っていうか、うん、はいはいはい、俺らもあのロイヤルミルクティーを頼むんですよ、タリーズとかドトールでは、うん、恥ずかしいですよ。コーヒーブラックで飲めたらなと思いますよ。俺ぐらいじゃないか、40でロイヤルミルクティーこんなに頼んでんの。俺の日本一の自信あるわ、ロイヤルミルクティー飲んでる量で。ラジオネーム豆腐小僧、田川陽介さんと花田勝さんの笑っている時の目を見ると、うん、なぜか底知れない恐怖を感じて不安な気持ちになってしまった。田川さんは分かんないけど花田さんちょっと分かるな。あ、そう？なんか怖いんだよな、なんか。あ、そうかね、うん、ラジオネームユートピア、古着屋の店員さんがこの子たち最近入ってきたばっかりなんですよ、などと、うん、服のことをこの子たちと呼ぶのを聞くと、なんだかゾワゾワしてしまいます。あ、それはまあ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 。まあ、これはね、わかりますよね。分かる分かる、うん、うん。ネタのことをね、漫才のネタのことを、うん、この子はね、つって喋ってたらやっぱりね、そういうことになり、擬人化してるって。ですね、そうですね。ラジオネームおやつ、僕は散歩などをしているときに窓から外を見ている形で飾ってあるぬいぐるみを見ると、うん、何とも言えない感情になります。たまに飾ってるお家あるよね、窓際にね、あるにぬいぐるみね、うんうん、あれ何なんだろうね。あのね、こっちからだって家の中から家に帰ってきたときに見たいのかな。あのね、ちょっと話変わるんだけど、俺が散歩してる、線路沿いの道の、1階が駐車場の、一軒家に、革のソファーが置いてあって、革のソファーに骸骨の、座らせてる家があるんですよ。しかも、線路の細い道歩いてたら、すぐ、真横に出てくる。俺ね、その家に住んでるやつ、全然面白くないと思うんだよね。びっくりさそうとして置いてんの、明らかに。なるへそ。うん。ああ、そういう角度で。そう。うん。たまたま置かれてる感じじゃなくてね。うん。まあまあ、これとはちょっと話別かもしれませんけど。引き続き言語化できないことのメールをお待ちしております。夢は捨てたと。さあ参りやしょう、ラジオネーム故郷は地球、おい伊沢拓司、
サンプル動画の冒頭1秒だけを見て購入ボタンを早押しすること。死んだもんねえぞ話したらもう帰るようになってるみたいな手を離したらというラジオネームブーメランチャンネル。おい片岡鶴太郎、女性がシャワーを浴びている待ち時間にシャドーボクシングをすること。死んだめんだぞもう本当にいるだろうな何人かやったことある人あというね、ラジオネーム故郷は地球。おい藤原藤本、 AV のパッケージを見ながら買おうか迷っている人にそれめっちゃええでと話しかけること。死んだめんねえぞ一人で選びたいよね。ラジオネーム服部三世。おい錦鯉渡辺、開いた AV ケースを顔の上に乗せ河原でお昼寝すること。死んだもんねえぞ。そこは本じゃないとやっぱりなんか辻褄が合わないよというね。何のかなポータブルで。ラジオネーム服部三世。おいターミネーター、勃起するときの擬音がビビンビンビビンであること。死んだもんねえぞ。つまんないよ最大の褒め言葉よ。日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ、以上各社の協賛で東京中学楽所の日本放送ケアステーションに全国36局なお送り。まあ一円で寝てる間ずっと、中島みゆきさんのあのファイトをいろんな人が歌ってるのをずっと見せた、カバーみたいな。ファイトをどんだけ、なんか気持ち込めて歌えるかでその人の人生の厚みが分かるんだ。ああそういろいろ聞いてみて、いろいろ聞いて分かってきた。結局中島みゆきさんが一番だまあでもそりゃそうだし、ね、意外とさ「ファイト!」って結構そこ、応援で大きな声で言ってるイメージない？あるあるある。で中島みゆきさんはよって「ファイト!」ぐらいね。意外となんか応援する歌なんだよね。違うんだっけ。いやそうなの、俺もファイトって感じだと思ってたの。だんだん上がってくとかじゃなくて、なんかね、あなんかサビに向かってくんだけど、ファイトのとこはなんかファイトぐらいな。中島みゆきさんはすごいです。ずっとそんな 何十人も見たわ竹原ピストルさんとかユキさんとか、満島ひかりさんがさ、私中卒やからね仕事のところをさセリフで言ってたのよ、なんかの番組で。あれはさ、テレビマンがセリフで言おうよって言ったのが、満島さんがセリフで言わせてくださいって言ったのか、どっちなのかな。あーなんか本人が言ってそうな感じするね。するよな、言わないよな。だからテレビマンが歌ってくださいってことだもんな、あれカバーだから。なんかこっちの方がいい、なんか相談はあったかもしれないけどね。でも初は満島さん初なんじゃない。そうしたら歌ってみファイトのとこ、俺がお前の人生経験判断してるよファイトのとこだけ。そう、そこを本当になんか、あの笑いじゃなくて、頑張ってほしい人に。はい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 、ファイト。あ全然分かってない人生がなんでよ今ので分かるかよ今の。それあれ歌詞変えたら、気持ち入るかもね。ファイト、
テレビ出演本数1目指す君をテレビ出演本数1を目指さないやつらは笑うだろうに帰ってちょっと歌ってそしたら入るから、はいはい、うん、ファイト、テレビ出演本数1位を目指すやつを、やつテレビ出演本数1位を目指さない奴らが笑うだろう、ファイト、うん、テレビ出演冷たい収録の日々を、冷たい収録の日々を震えながら滑って行け、震えながら滑って行け、なんちゅう歌歌うんだ最後にお前なんで怒らなきゃいけないんだよなんだ今のそれで歌滑っていけってなんだよ それを応援する歌ってなんなんだよ、滑んない方がいいんだよ絶対あーやっぱでも元気出るだろ、そうだねなんかね、これもしちょっとスケジュールきつくなった時歌ってみて分かった、小声でね、ミッキーちゃんこの後また夢でお会いしましょう、アディオス。